私がオーストラリアアマゾンマニュアルを作った理由、奴隷解放宣言。私の転売ビジネスサポート歴は10年を超えます。月30万円稼げるスキルが実際に身につくサポートを提供しているから10年間続いてます。2010年に輸入ノウハウの本、 2013年に輸出ノウハウの本を出版しました。およそ30回も転職を重ねた飽きっぽかった私が、なぜ10年以上も転売サポートを続けているのか。何人かの社畜を救いたい。日本を元気に、みんなの笑顔。そんな大それたことは考えません。何人かの人が私の本やブログ、 動画を見て、いいね、自分にもできるんじゃないと思った人に輸出ビジネスのスキルを教えたい。すでに何人かの人は社畜から脱出済みです。何人かの人が喜んでくれて、私も暮らしていけるなら続ける意味がある。そんなわけで私は10年以上転売ビジネスを教え続けています。 輸出ビジネスで稼ぐスキルがあれば世界中どこでも暮らせます。私もアメリカ、シドニー、ギリシャ、バリ島、ドバイ。そして今この動画はニュージーランドのオークランドで撮っています。まあ、世界を旅行しながら暮らしていると。まあ、通常ビジネスを覚えるには 最低3年はかかります。ところが、アマゾンを使えば、わずか半年で結果が出ます。やることは、買い物した商品を高く買ってくれる人に売る、たったこれだけ。自力で稼ぐ方法を身につける、私自身が欲しかった副業サポート。私もかつては、バリバリの社畜でした。いや、社畜以下、まさに奴隷でした。 年間休日は数日。毎月の給料はもらえるものの、いつ給料支払いが止まるかわからない毎日。いや、いつ給料支払いが止まるかわからないなら、まだましです。いつ給料が払えなくなる、いつか給料が払えなくなるのは確実だと分かりながら働いていました。なぜなら、私の、私は家業の手伝いをしていたからです。経理をやり、雑用して運転手もする。 ボロボロの家業の後取り息子。業種は理念サプライ。年賞1億円。借入金3億円。当然赤字です。借入金の使い道は機械と理念の仕入れと運転資金。この数字と中身を聞けば、ビジネスをしたことがある人が見れば、絶望的な数字だと一目でわかります。そして当然の結果として倒産しました。 その後、東京に出てフリーターを経てから社畜となりました。月の休日は数日。勤務時間は朝8時から夜10時まで。鈴みの涙の営業手当がつくので残業代はゼロ。それでもらえる毎月の給料は風呂なしのアパートにしか住めない金額。これじゃあやってられないと転職しました。今度は月の休日は数日。 勤務時間は朝9時から夜9時まで。1日300本以上の電話をする電話営業。1日300本のうち60本,60本程度は怒鳴られたり、罵詈雑言を浴びせられます。それでもやっと風呂付きのマンションに住める給料をもらえるようになりました。そして数年が経ち、年商1000万円を超えることができました。 23歳で年収1200万円。まあこれで不満があれば贅沢な気もします。しかし、満員電車が嫌だった。1000万円の価値しかないマンションを3000万円で売るのが後ろめたかった。15年以上働いているのに、独立起業しようと思った時に何をしてどう稼ぐのかわからなかった。そんな状態で稼ぎは増えたものの、 鎖はついたままの社畜でした。輸出ビジネスに出会ってやっと自由になりました。自由になるためには自力で稼ぐスキルが必要です。私はインターネットを使って稼ごうと決めてから実際に稼げるようになるまで大変な回り道をしました。稼ごうと決めてから実際に収入を得るまでに3000万円以上の無駄金と3年の月費をかけています。 あなたには、回り道、回り道をせずに、最短距離で稼いでほしい。あなたは、最短距離で輸出ビジネスを身につけられる。私は、サポート、私は、あなたにサポートをして、喜ばれ、好きな場所で暮らしていける。こんな素晴らしい仕事はないなと、感謝の毎日です。そんな思いで、輸出サポートを提供しています。 日本に住んでいて日本語がわかるという日本人なら当たり前のことが稼ぎの種になる輸出ビジネス。私は初心者でも稼ぎるようにサポートしてきたから10年間物販サポートを続けることができています。あなたも今年はオーストラリアアマゾンで稼ぎましょう。日本に住んでいるあなたにオーストラリアアマゾン副業で今の本業より稼ぐことができるチャンスがやってきます。 今、物販副業で稼ぐなら、オーストラリアアマゾン輸出が一番です。わずかな投資で、一生稼げるスキルを身につけるチャンスです。